よしやろうか。もう撮ってんの。いや育ちましたよ。ちょっと待って、もう洋室作ってるよこれ。そうだ、言ったじゃないですか。ね、もうこれはいじらない方がいいよ。でもうこっち若干黒くなってきてます。ああ、もうなるなるなる、これなる。これいじっていいんですか。いやもうこれはね、いじれない。え、いじれない。いじれない。これだとあれだよ、浮かしてくれる。嘘。もうバチバチ、もうこのまま待つだけで。めっちゃちゃんとやってるじゃん。え、ほっとけばいい。ほっとけばいい、ほっとけばいい。ギシ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 夜行ってるぜ。嫁さんがなんか音が鳴ってるんだけど。なんの音が入って。これからもっとでかくなるよ。え、結構でかくないですか。このメスが大きいね。メス大きい。これからさ、これ入れ替えしてもらうんだけど、こっちのメス全然ちっちゃいから、ね。あ、これは別に入れ替えするわけじゃないんだもん。もう入れ替えられない。もう養子作っちゃってるから。そう、作っちゃってるから、要はもう、あの唾液とかで固めちゃってんのよ、周りを。で、それをいじっちゃうと、もうあの、さなぎになれない。うわ、すごい。うわ、黒い。ここ、クマさん、どこ行こう。うわ、来た来た。じゃあ今日タサにやってもらうのは、今ですね、ここに土を変えて、今健康状態に、素晴らしい健康状態に入っているオスとメスのカブトムシを今つがいで渡す、オスとメスで渡すから、はい、先にこういう風に一匹ずつ入れて、セットにしてしまいましょうか。なんで今日タサにやってもらうのは、ここの土を入れて、で、一匹ずつ入れて、これもちょっと土屋も入れといたら頑張っちゃったから入れて、蓋して、おしまいという作業でございます。わかりました。じゃあ早速やりましょう。いっぱいいっぱい入れていいですか。いっぱいいっぱい、いつもやってる感じね。オッケーお、いいじゃん、ちょっとそれ結構でかい。遅いでしょ。でかくなりましたっつって。大きくなりました。いや、相当大きいっすよ。やばいっしょこれは。いや、イケメンっすね。かなりイケメン。かなりイケメンっす、こいつは。ほいし、オス出てるか。こんなうちゃうちゃい。こいつとか全然ちっちゃい。大きいのにしてあげよう。メス、こいつとかちっちゃいね。こいつ大きい。こいつも大きい。バッチリいいのが取れてる。うわうわうわ、なんかうんちみたいでした。